人气乐团世界末日 Seikai no Owari 四度来台举办第二次的专场演唱会，一改上回的华丽舞台，但诚意不减，带来多首歌曲瞬间点燃现场气氛。门票秒杀的加场，还有台下歌迷的摆动跟唱，对于台湾粉丝的热情，可让世界末日留下深刻印象。皆さんやっぱりすごく僕らの歌をたくさん歌い込んできてくれたのか、すごくみんな歌ってきてくれて、日本語のこともすごく理解してくれてるような気がして、それはすごく嬉しかったです。拥有高人气的世界末日音乐风格相当独特，擅长透过词曲创作来传达他们的想法和理念，像是最新单曲《黑后》就是为流浪猫小孩所写的。この曲は、あと僕たちが立ち上げた処分ゼロプロジェクトのブレーメンというプロジェクトに対しての曲で、あまりこのテーマに沿ってこうファンのみんなに重苦しく重くプレッシャーをかけるようなプロジェクトにしたくなかったので、みんながこうできるだけこうあまり重く受け止めないようにしようと思って作った楽曲です。虽然世界末日正式出道才六年，但从小就认识的四人，对人生大半时间都有彼此的存在，让人更加好奇私下是怎么相处的呢？普段，我一直都こんな感じです。いつも通り。ステージの上とあんま変わんないかな。そうだね。喧嘩をするとしたら、私と深瀬くんが一番喧嘩しますね。大したことじゃない。最近全然。最近あんまりしなくなったね。あれちゃんが大体怒ってるから。いや先に怒るなって言ったとき。マコさんどんな感じ？でも見てますよね、大体。すごい早いんですよね。仲直りがすごい驚くほど早いので驚きます。まあでもなんかあまりにまずそうな時は言う時もある。这么可爱的一团，也难怪粉丝会殷殷期盼他们再来开唱啦。不过都来过台湾四次了，世界末日还是有些微的遗憾。片道一時間半とかかかるから、9分っていう友達に誰に聞いても勧めされるんで、4回も来てもまだ1回も行けそうな気がないからですか。臭豆腐にチャレンジしてみたいなとか。臭豆腐。思います。台湾のスイーツを食べたことないので、台湾スイーツをなんか食べてみたい。なんていう豆花ってなんて。豆花。早里的动画心愿婉瑜听到了，另外还准备了大肠面线和仙草茶，要来让世界末日品尝。只是享用之前得先进行海盗桶的游戏考验，最输的人就只能干巴巴的看团员们吃喽。嗨，でも確率論的にはどうなんでしょう？有，これで OK。大丈夫。大丈夫。入ってる。あ、これ引っかかっちゃった。これが。ここが引っかかっちゃった。めっちゃ動いてるからいいかと思った。すごいクルクルしてた。めっちゃ動いたもん。これが引っかかった。そう、それが引っかかる。気をつけてって言われても。これが、ね、引っかかっちゃうかもしれない。ただもう。これがね、引っかかっちゃう。強く入れる。早い、あっという間に。怖い、負けちゃったよ。何が出てくるの？まだ1本しか差し。只能说福卡瑟也太没警觉心了，同一个洞怎么插都不对劲，还是坚持。那么其他人就不客气喽。筷子。フォークでじゃあ、フォークでいただきます。跟汤匙。いただきます。美味しい。美味しい。何味？なんかチョコレートみたいな。巧克力，然后鸡蛋，然后跟一般的。
普通の豆花と、おいしい、おいしい、すごくおいしい。この麺すんごい細くて、すごい細くて、なんか新しい食感が、おいしい。これこれなんかでも今まで飲んだことない感じ。これでもちょっとハマる味。これすごい好き。そうなんだ。もうこれすごい好きです。美味しい。これ美味しい。美味しいよね。こんな細い麺あんま食べたことない。めちゃくちゃ美味しいこれ。ね、めちゃくちゃ美味しい。すごいこれ。優しい味する。これはなんて名前なんですか？大肠面線。大肠面線。大肠面線。美味しい。美味しい。那我们最后呢，就是。ください。お、打蒙打蒙。あ、入れない。あ、美味しい。美味しいこれ。これ美味しい。うん。じゃあこういうこれは色が違う。怖い。うん。食べて。終わりだよ。終わりだよ。終わりだって言われた。終わったよ。あ、マジ。終わりなかった。看着世界末日好吃赞不停，婉瑜也算是圆他们一个小小的梦啦。期待下一次能再和世界末日一起创造更多的美好回忆。完全娱乐财务全黄少伟、陈家峰采访报道。